僕、金城スカイのマイム現代ラブは寝ることです。おやすみ。学生の時からですかね、なんかもう部活終わってもうそのままもう汚れた体でベッド飛び込んで寝てみたいな。で気づいたらお母さんに起こされててご飯の時間だみたいな。だからもう学生の頃からずっと寝てたかもしれないです。ポジション、寝るポジションとかがすごくこだわりが強くて、で身長も高いんで、なんかこう丸まって寝るのにもすごく窮屈なんで、なんかそういう部分ではなんかこういろいろこだわってるのが好きなのかなって、寝るときに。今日は僕の寝相ランキングを紹介します。勝手ながら僕の個人的なんですけどベスト3を作ってきました。まあ3位はまず仰向け、これが一番ベーシックで寝やすいスタイルです。足は開きます。で手はこうしてもいいんですけど、こうするよりかは僕はこう、ちょっとこうします、抱えます、抱えた上でこうしますか、なんかへそあるじゃないですか、ここのへそに手を当てて寝ることもあります。お腹が冷えるとすごく睡眠が悪くなるって聞いたことがあるので、お腹の中に手を入れてこう、こういう体勢ですよ。だからで全然寝苦しくないですよ。マジで寝やすいです。なんか寒い時期とかこう温めるとこの辺に手を置いて、結構人の体温ってあったかいんで割と寝やすいです。いやなんか開放感ですかねだってこうこれはちょっと寝にくそうじゃないですか。ちょっと窮屈なんでこう足を開けて寝るのがいいです。で寝る前にもうこのままこうちょっと体操するんですよ。前屈とかこういう体操しながら体回してこのままこう寝るっていうが一番気持ちいいです。メンバーの歌手レン君とかはよくオーディション中とか、例えばこういう場所とかでベッドがないところで寝るのがすごく得意だなと思うのが、ペットボトルを入れて上向きになるんですけど、足組んでこうやって寝るんですよ。足組んでこうやって寝てて、体幹系がこう得意で僕にはちょっと無理やなっていう、すごい好きそうだなって。そういうの第2位はシンプルに横です。横ね、もうこの傾きながら寝るのが一番好きです。顔に枕が来るのがすごい好きなんですよ僕。これこのままだと何もない状況じゃないですか。だからこうちょっとこっち枕にこうしながらするんですけど、臓器が傾くんでなんか休まるらしくて、普段動いてるものがこっちに倒れるからなんかいいみたいな聞いて、それで寝てますね。で僕もなんかそこまで調べてるんで、なんかちょっとこだわり強いかもしれないです。感じますね、あ今休んでるなみたいな、こっちに倒れてるなみたいな感じながら寝てます。やっぱ好きなんで、学生からずっと寝てたんで、まあ、人それぞれだと思うんですけど、僕的にはやっぱこれが2位かなっていう。1位ですよね。いやこれね、いやマジでそうやって寝てる人少ないんじゃないかなって思うんですけど、めちゃくちゃ細かく言うと、まず枕の下に手をこう入れます。でこっちの手をこうするんですよ。でこれで顔にこうやってつけるんですよ。でまあ、こう顔を守るじゃないですけど、こっちで守りながらこっちの足をこうするんですよね。こっちを持ってくる、こう丸くなる。でこっちの足をピーンって伸ばしてこの状態です。これで寝てます。これ何寝なんやろ。これないんすよね、この寝方って。調べたけど何やろこれ命名するとしたら、陸上ね。めちゃくちゃ滑ったなこれ、やばいな。すいません、なんかボケようとして申し訳ないです。誰か命名してください、これ見た人がこう何寝だっていう、お願いします。そもそも多分横向きで寝るのが好きなのと、あとやっぱ開放感、足伸ばしたり手伸ばしたり。だからまあこっちの足伸ばしてる、足は伸ばしてる、で手は最初こうしてたんですけど、手も
こうしたい。で横向きに寝てる時ってこうなるんじゃないですか。それの開放感と、やっぱ自分すごく枕に顔をうずくめたりするの好きなんで、なんかそのおかげですっごい毎日寝癖がすごいんですよ。こうくっ頭をこうでうずくめるから、そういうのも全部考慮してこの寝方になりました。これなんかね、なんか守ってる感強いんですよ、これあると。まあ、学生の時なんですけど、思春期の頃とかで肌荒れよくしてた時があって、なんか絶対あると思うんですよ、肌荒れ悩んだことある人は枕に肌をつけたくないみたいな、ちょっと潔癖の人で枕に雑菌があってみたいな、そういう話もあって、だから寝る前にめっちゃ手を洗ってこう枕につけないように寝るのがちょっと染みついてるのかもしれないです。ちょっと今日疲れたな、なんかこう安心して寝たいな時はこうで、ちょっとあの余裕のある時はこうしてこれなんなんこれマジで変なやつじゃないですか。はい、もうこの違い一回やってみてください。一回寝る時にこう寝るのとこう寝るのとはちょっと違うんで、いやこれがあのなんか横向きに寝た時にこう丸まる人いるじゃないですか。こう丸まるのって安心したいからじゃないですか。多分こう縮こまって、まあ、よくある足出してたらこうお化けに手つかまれる、足つかまれるみたいな。え、ないですか？ちょっとなんかあるんですよ。子供の頃ってほら布団から足出てたらちょっと嫌とかあるじゃないですか。まああるんですよ。そういうのもちょっと気持ち的にあって怖いんで、だから片足はするけどちょっと反発精神で片足伸びてるっていう、どっちかにしろよって話なんですけど、すいません。中学3年生とか中2からで、僕が今24なんで10年ちょっとはかかったんじゃないですかね。やっぱ朝起きた時にめちゃくちゃ気分良かったですよね。なんか本人は寝てるんで、僕は寝ながらこうこの試行錯誤してて、やっぱ目覚めが違いました。こう寝ててこれやってなって、で、あまりにもずっとこの体勢をしすぎるとこっちが疲れるんで、こっちが痛いなと思った時はこうしますね。ちょっとしまう両手を、すみません。これふざけてないですよ。1位の名前ですよね。じゃあ自分腕枕ジャンプで。いや滑ったな。いやー分かる人いると思うんやけどな、気持ち。翔也っすかね。なんか翔也よく部屋一緒になること多いんですけど、いや寝相の写真とか撮ったことあるんですけど、絶対見せれない写真とかも撮ったことあるんですけど、なんかあのテディベアってあれですか、あの熊のぬいぐるみ、あのコストコとかに置いてあるこういう寝方、この寝方をするんですよ。マジでなんでそれで寝れんやろってぐらい枕高くてこんな状態でこうやって寝るんですよ。熊やんと思って、でお揃い あの寝巻き履いてるんで、僕パンツも履いてて一緒のお揃いでこうやって、俺はこうやのに翔也すごいんですよ、めちゃくちゃ可愛いな。もうね、あの睡眠って一番大事だと思います。見てください、僕身長180センチあるんですよ。僕身長がね、これ寝てたからって言っても過言ではない。僕その両親身長低かったんで、これ寝てたからって言っても過言ではないんで、こう寝方とかによってやっぱその日の気分とか次の日の朝の気分とかもめちゃくちゃ変わると思うんで、ぜひ皆さん の寝相ランキング教えてください。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、うん、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖香でした。どうも。